皆さんこんにちは、ペソでございます。ファミスター88年度版ですね。正しく言えば、最終戦となります。この順番でいくとね、どうしてもメジャーリーガーと対戦で、しかも河川敷球場ってなってしまうんですけどね。さあ、それがね、吉と出るか凶と出るか。さあ、先発はノラライアンさんですね。アウト取られちゃったな。惜しい。これどう？ライトフライか。1回表簡単に三者凡退。メジャーリーガーの1番バッターね、ヘンダーソーさんですね。リッキー・ヘンダーソンでしたっけ。2番はあの前 の, あのメジャーリーガーにも言いましたね、あのサンドバークさんですね。落ちないフォーク。おー、落ちましたね。で、ボックスさんね、3番が。もうキャリア排除のね、セッティングになってますよね。はい、3者連続三振。もう初回からバースさんいっちゃいましょう。ちょっとね、コンパクトに。どう？あー、取られるのか。おー、落ちた。でもセカンドは間に合わない。おー、誰が今日好調なんだろう。あー、打ち上げた。あー、タオさんか。おー、タオさんらしい流し打ちですね。ランナー回る。 OK、 まず選手点ね。で、金森さんも好調。合わせていこうぜ。あー、さすがに無理か。さあ、平瀬さんね、もう一点欲しいな。サードにいるから。あはは、とりあえず先制点取りました。さあ、4番はストロベリーさんね。56本ってすごいね。落ちないフォーク。これでインサイドにね、はい。で、5番はカンセコさんね。うわー、うそ、ボール球よ今の。あと中盤に同点ですよね。で、6番ね、マクガイアさんですね。あー、間に合うか。で、カーターさんかな、キャッチャーのね。わー、うそー、これもいかれたの。あー、で、オジー・スミスさんかな。あ、落ちた。はい、ホームラン1本ですけどね、同点に追いつかれちゃいましたね。あ、これでキーヨさん。あー、打ち上げたけど、おー、面白い。あー、間に合うか。これはいいよ。大野さんね、ちょっと振り遅れた。あー、打ち上げた。もう一点欲しいね。あー、残念。
早くもピケットさんでよかったんでしたっけね。ピケットさんでしたっけ。で一番に戻ってまたヘンダーソンさんね。おお、飛びついてエラーだけせんといてほしいな。これがまた失点に結びつくかもしれないか、怖い。ツーアウト、ツーアウト。あ、遅い、キヨさん疲れてきた。はい、同点のまま4回の表に入ります。バイオさん早いな、今の振るのは。あー、ボテボテになっちゃった。岡田さんね。ゆるい球をね、うまく。すっか、これボール球やけど。おー、うまくなんとか。ライトの横に。これいけるかな、間に合うかな。おお、間に合いましたね。あー、そう、打ち上げちゃうか。もういてほしいな。お、いいよ。あ、抜けた抜けた。アウトやからね。走っちゃおうか。間に合わない。おお、さあ中間へ、綺麗な当たり。バイオさんの方が打ちやすいな。あー、これは取れた。どん詰まりでしたね。さあなんとかクリーンアップを抑えて5回までは投げてほしいね。これはこだわりですね、勝ち投手の権利を持たせるっていうのは。ギリギリか。で、カンセコさんね、さっきボール球ホームランされましたよね。危ない危ない。あ、曲がらんようになってきた。この辺から行きましょう。おお、なんとか耐えてるな。転がしてくれ。三遊間に転がしてほしいね。抜けた抜けた。おお、しよ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 し、追加で4点目か。で、バースさんね。よし、これも三遊間に。パーさんさすがに足遅いからツーベース止まりですね。さあどんでん。あー、どんでん、これ、あー、抜けた抜けた。おお、連つながるつながる。でタオさんね。
あー、インサイドか。裏かかれた。あー、打ち上げちゃった。かけすさん行きましょう。よし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 。9番まで回ったの、大きくはないか。8点目。わあ、コールド見えてきたよ。あー、さすがにあかんか。今回5点取りましたね。さっきよさんがどこまで粘れるか。ここから行きよう。おじスミスさんちょっと危険ですよね。足好調なんで。で外目フレ。よっしゃ。あー、ウィンフィールドさんだっけ。ん？あ、ストライクになっちゃう。敬遠気味でいいかな思ってたんですけどね。ボール球打ってくれましたね。おー、ロジャー・クレメンスか。渋いとこ抜けたな今。これはユーセーフでしょ。大野さんの試合。あっ、あぶね。おお、しかも結構エラーするね。強い当たり。10点目も見えてきたよ。よしよしよし。あと1点、できれば2点3点。打ち損じた。今度は逆にスローボールで疲れちゃいましたね。おー、ぶねー。メジャーリーガー相手なんでね、何でもありでいかないとね、申し訳ないですけど。タオさん好調やからなんとか。おお、これはアウトなっちゃう。金森さんで決めたいな。めったに聞かんよ、金森さんで、あのカキーンは。あー、ボール球やった。落とさんかな。あ、ワンアウトやった。しまった。はい、変えましょう。野田さんでいきましょう。ちょうど1番からですね、メジャーリーグは。落ちないフォーク。1、2番はね、なんとかなるんですけどね。野田さんだとクリーンアップくると怖い。左打者に弱いんですよね、このピッチャー。落ちないフォーク。
あ、野田さんナイスリリーフですね。帰れないな代打。グッテンね、ピッチャー。おお、あ、惜しい。あ、これはボール球か。ポト。のが幸いした。足遅すぎるね。さあこれはちょっと難しくなってきたよ。足遅すぎ、あー間に合わ、あー間に合った。お、しかもライトの横に抜ける。10点目。開けちゃダメよ、大野さん。あー直接返すんか。さまゆみさんでダメ押し行きたいね。おーし、惜しい。一塁線をフェア。バッサーのホームランみたいな。うりゃ、あはは、ボテボテ。それでもいいとこ飛ぶね。切れるか。あー、よしよしよし。完全に今のタイミング外されましたね。お、これはレフトの前に落ちる。あ、惜しいな。さすがに。はい、5点追加ですね。15対1。5点以内に抑えれば。落ちない方か。あ、落ちた。セカンド取っちゃった。オープンねー。あ、野田さん疲れてきた。この位置、あーあー、ジャストミートされた。カタさんね、おいしょおいしょ。あーし、サードアウトで、クラークさんか。おー、また56本で疲れてきたね。インサイドで、アウトサイド振らない。おー、打ったー。あー、勝てましたね。コールドですね。
ポルトで勝てるとは思わなかったですね。結構ちょっと嬉しいですね。ホームランこそなかったですけどね。で、ですね、次回どうしようかな。89年度版やってもいいんですけどね、ファミスタの。まあ、その前にもしかしたらちょっとハリスタの平成元年度版とかね、ハリスタ3とかもプレイするかもしれません。まあ引き続きちょっとファミコンの方のね、野球ゲームをしばらく堪能していこうかなと思っておりますんでね、またお楽しみにしておいてください。では、13回にわたってやってまいりましたファミリースタジアム88年度版タイタンで見事優勝できました。ありがとうございました。それではまた会いましょう。さよなら。